向井さん。朝日新聞の向井です。アフリカ問題についてお伺いしたいんですけれども、自民党政権下でですね、ゆかと褒められているとして、アフリカ外交をしたいわけだと思うんですけれども、今回民主党政権になって、ゆかの初めての会合ということもありましたけど、新たに変えていくところ、こういうところを強化していくことも思われているところ、そういうところからですね。まあ、これは日本のやっぱり総合力が問われているというふうに思います。まあ、日本の、まあ、援助、支援というのはアフリカに非常に評価されているというふうに思います。まあ、いろんな国がアフリカに注目しておりますけれども、まあ、日本の支援というものに対する評価が高い。まあ、それをじゃあ本当に約束通りきちんと行われるのかと、まあ、そういう議論もあります。まあ、そういったことについて力強く発信していきたいと。というふうに思いますし、やっぱり日本らしい援助と、やっぱり現場にしっかり、足場を築いてやっていくということも、まあ、非常に重要なことだと思っております。まあ、今回ティカットの前、南アフリカに参りますが、まあ、この時には、JICA の緒方理事長も南アフリカにございますので、まあ、共に、なんて言いますか、その日中7日間の議論に、まあ、ファンドにもお出ましをいただこうかなというふうに思っておりますし、それから、ティカとこのフォローアップ会議では、まあ、議論をする中で、まあ、現地に工場を持ちですね、そして雇用も作り出しておられる、まあ、住友化学の、米倉さんに来ていただいて、まあ、そういった日本の産業界としてのアフリカ支援のあり方というようなこともご議論いただこうというふうに思っているところで、先ほど最後に言った方が手を挙げられているんですけれども、よろしいですか。今挙げられた島田さんと川崎さんと斉藤さんと、どのような方最後にしますか。よろしいですか。こちらの方今日は何を言うの？日曜新聞の方で、来週から NTT 再建とかに行くと思いますが、大臣として現時点で、まあ、大臣どういう成果を期待されているか、あるいは見通しについて考えてください。まず成果、意味のある文書がきちんとまとまることですね。全体がまとまっておりませんので、まあ、2回連続でまとまらないということはあってはならないことであります。ただ、まあ、会議そのものはかなり厳しいものになるだろうというふうに思っておりまして、決して楽観はしておりません。まあ、秋山副大臣に最初言っていただいて、日本の考え方をスピーチしていただきますが、長い、非常に長い会議になりますので、もし、閣僚レベルが必要だということになれば、まあ、私も、その全体の長い会議の中の重要なタイミングで、公表するということも、考えていないわけではありません。現在のところは具体的な傾向はありませんが、まあ、状況を見てです、ね、必要があれば、まあ、そういったことも考えなければいけないかな、そういうふうに思っております。島田さん。フリーランスの島田と申します。1時間間ありがとうございます。世界銀行の東京研究所なんですけれども、今回その新興国と同国というのを実際に上げるために、欧州や日本の技術がかなり下げられました。これに対して日本の、まあ、今まだ世界の経済が回復していない中で、日本の存在感というのは変わってくるかどうか。まあ、もちろんその出資比率という意味ではね、下がるということかもしれませんが、ただやはり、まあ、世界の経済の現状を表すということも大事だし、そういった新興国が、まあ、しっかりと、まあ、貢献する側にも回るということは、まあ、非常に重要なことでありますので、まあ、そのこと自身を否定的に考える必要はないというふうに思います。やっぱり世界をこう動かしていく、まあ、そういうプレイヤーとして、まあ、新興国にも参加してもらうということは、私は意味のあることだというふうに思っています。川崎さん。こんにちは、岡崎です。今日国会でも出ましたけれども、ワシントンでのカトアンデサミットの際の日米国交省の決まった際ですね、メモという要因を入れなかったということなんですが、このようなその非常に重要な新聞の新聞会談で、メモという要因を入れなかったことが不適切だったのではないかという問いがあり
ですね。で、実際にメモは、作成されたのか、あるいは、されてないのか。で、されて、いずれにしてもその正確なメモを残さないということは、もちろんその外交を検証するためにも、非常に不適切だったのではないかと思われます。大臣のご見解をお伺いします。まあ、こういう会合で手立てでやるということは、それは決して珍しいことではありません。まあ、基本的にはそれは1対1でやると首脳間でということでありますが、まあ、通訳が必要なときは通訳のみ双方から入って、やるということです。そのことは珍しいことではありません。したがって、今回バンバンは食事の場ですし、通訳だけは入りましたけれども、ノートデータというかメモを取る、まあ、そういう人は通訳に入ったということはありません。メモを作ったかどうかということについては、まあ、そういう意味でその場で、作るということはなかったんですけれども、まあ、それ以外、メモを作ったかどうかということについてはコメントは差し替えたいと思います。最後に斉藤さん。共同斉藤です。すいません、先ほど朝鮮半島情勢の過去で、補足してもう一回来たんですが、ちょっと忘れました。もう一回話を先ほども情報としたんですが、韓国でこういう沈没がありさまざまな見方があって、北東アジアの安全についてですね、懸念が高まっているという状況の中で、引き続きその6者協議をですね、その日本として粘り強く求めていくのかどうか、そして、北朝鮮側はですね、この制裁解除、まあ、日本、まあ、日米韓いずれも対北朝鮮、まあ、制裁を履行したくなんですが、この制裁解除をですね、まあ、北朝鮮はその、まあ、ちょっとこれはその解除せよということで求めていくわけなんですが、じゃあこういう状況の中で、まあ、どういうふうなですね、前提条件を満たされればそうしたことが可能になるのか、この辺の見通しも含めてですね、お聞かせいただければと思います。まず今回の、まあ、事件といいますか事故といいますか、まあ、そのこと自身も、まあ、調査対象だと思いますが、まあ、これはまだ徹底的なその結果というものが韓国政府によって示されておりませんので、特定の、まあ、過程に基づくですね、議論というのは差し替えるべきだと、そういうふうに思っております。それから、まあ、そのことと記念して北朝鮮との、まあ、これからの、まあ、交渉であるんですけれども、これは我々無条件に6者会合に復帰をすることだということを申し上げているわけです。何らかの条件をつけるということはそれは認められないということであります。同時に、まあ、拉致の問題については、これは福田政権の折に、まあ、日朝間での合意があります、再調査を北朝鮮が行うと、まあ、その際には、まあ、一定の範囲で、まあ、制裁といいますか、まあ、そういうものについて、若干の措置を講じるという、まあ、そういう日朝間の合意があります、まあ、その合意というのは現在でも有効であります。以上をもちまして北会長にお願いいたします。ありがとうございます。